はじめは This World of Mine 続けていこう。続ける。結構ツンデレスタートだった気がするな。大工アリカは仲間を強盗した。アリカは夜中に武士と共に消えてしまった。なんちゅう。おお、パベルとイバノしか残されてねえぞ。あ、けどイバノが鬱状態、精神崩壊からは解放されている。なんだこれ、不幸の連鎖じゃないか。ありか、マジで。ありか、そんなことしちゃう。なんだよ、主戦力としてバリバリ働いてもらうつもりだったのに。謎の肉しか増えてかね。ちょっと待ってな、今の後で話そう。それよりも俺ら投資しちゃまずいからさ、あの焚き木足すわ。あ、焚き木ねえってか。あー、しゃべ、話そう話そう。今ちょっと待って待って、なんだこのシナリオ、すげえハードモード。話そうね。やっとあの精神が戻ってきてくれたから、うん、話そう話そう。あー、抱きしめてね。はい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 、どうどう。パベルも体調不良だからな。そうね、未来のことを考えよう。エッフェル塔がある。あ、誰か来た、誰か来た。ん、誰だあれ。明らかにこの黒い覆面のあたりが怖いんですが。話終わった。よし、ちょっとおっさんと話してくるわ。エッフェル10秒だから、とりあえずなんかよくわからんやつ食べなさい。渡したいものがある。何、何くれんの。おお、何。数日前にこの近辺に住んでいるやつが人道支援物質を盗み出したようなんだ。我々にとってその物資は非常に大切なものだ。犯人逮捕に貢献すれば報酬を出す。君の隣人のうちの一人が例の物資の近くで不審な行動をしているという報告があり、物資をそいつが盗んだという信憑性の高い情報もある。我々が正しいと証明できるか。アリカは泥棒ですよ。とりあえずなんかそれください。アリカは物を盗んでどっか行っちゃいました。もううちにはいません。飲んだの？イバのはそれ飲みなさい。パベルはね、ちょっとあの焚き木を作ります。4つ。何？それを行うには僕は小さすぎるよ。なんでも薬の一つも飲めないのかよあなた。ちょっと待ってな。パベルが飲ますから。気温は1度。いやー結構大変。あ、来たね、近くに。はい、僕と遊んでよパベル。君は病気なんだから薬が必要だ。これを飲んで。これね、これを今あげています。で、何話すかい。話そう。空腹なんだけどね、パベルもね。ちょっとパベルご飯食べます。で、イバノは寝てなさい、あなた。うん。で、パベルも焚き火足したら寝よう。とりあえずもう大人が一人しかいないから、どうしようか。まあ探索には行けないな。イバノを放置するわけにはいかんから、
焚き木1個足してパベルも寝よう。まさかな、アリカが強盗して家を出ていくとはな。食べ物とか豊富なのにね、うち。よし、寝た。一日を終える。で、とりあえず、一緒に寝床で寝とこう。はい、今日はとどまる。誰かもう一人ぐらい来てくれないと無理だって。おお、襲撃された。イバノは怪我をした。しかし結局何も盗まれなかった。うん、よかった。うわ、パベルの病気は深刻だ。パベル、起きて、ちょ、イバノと話をしよう。イバノ、また精神崩壊しちゃった。もう、辛いのはわかるよ。おじいちゃん亡くなっちゃってね、アリカには強盗されてね。けど、でも気持ちを強く持って。イバノは空腹で病気でかすり傷を負ってて精神崩壊。住んでるな。大人もう一人来ねえかな。話そう。とにかく話そう、イバノ。ね。泣いててもね、物事は好転しないので。なんでもいいから生産的なことしよう。あらー。やけになってるわ。失ったのは僕なのに。そうね。じゃあね、謎の肉食べる？謎の肉。うん、謎の肉を食べよう。ほら、加熱もしてないよ。子供だから大丈夫だね、きっとね。うん。食べた？よしよし、空腹はなくなったな。デザートはあるかな？余裕だな。さあどうする？謎の肉は取れる。パベルも謎肉食って寝るか。パベルもね、重病になってるもんね。謎肉で謎肉を増やす。どうする？いや、しかしもうどうにもできないところまで来ているような気もする。だってね、まあありがたいことに冬将軍はいなくなったようなので、気温がちょっと上がりました。はい。投資することはないかな。パベル寝よう。君も重病なんだ。ね、1時ぐらいまで待って誰も来なかったら1日を終えるか。泣いてるな。子供の泣き声は来るものがあるな。イバノも寝な。牧師が言ってた。心を込めてお祈りを捧げればきっと願いが叶うって。みんなが良くなるよう祈るよ。そうね。ただ自分を強く持ちなよ。信仰は支えだけどね。よし、1時になっても誰も来ない。1日を終える。さてどうするか。とりあえず二人とも寝てな。食料はある。とどまる。誰か。おお、冬将軍猿。よかった。また襲撃されたかな。大丈夫。よかった。パーベル、病気のせいで死んでしまう。病死寸前。病院かなんかあったかな。とりあえず、パーベル、飯食おう。あら、動きが鈍くなっている。薬なんてもちろんない。
アリカは何を盗んでいったんだろう。日に日にひどくなっていく。よし、イバノと話そう。イバノは空腹だな、やっぱり。この二人だけだと未来が見えないんだけど、大人もう一人ぐらい来ませんかね。まあ、とりあえずこのシナリオは行けるとこまで行ってみよう。うん、無理そうなら、あ、無理というか、まあ、最後まで見てみて、まあ今のところ絶望しかありませんが、まあ、どうなるかを見よう。で、まあまあ、もしそのダメな方向になっちゃったとしても、一回クリアしたシナリオならなんとかなるのかな。謎肉あげる。え？あんたか。どうせあれだろう、物の交換だろう。よし、食べさせた。うん、精神崩壊は相変わらず。薬があればいいね、パベル。薬が交換できたら交換するか。何がある？薬あるな。薬1個。ね、私が持っている財産はね、まあここら辺はから身を守るものとして持っておきたいから、とりあえずこの解錠キットを2つあげる。そんでもってね、謎肉はとりあえず数個あれば売買ゲームできるので、とりあえずこれで薬はもらえたな。あと何がいる？ここら辺のね、今探索にも行けないから、ここら辺欲しいっちゃ欲しいんだよな。食料な。まあ、正直大人一人子供一人だったら、あの謎肉だけで暮らしていけそうな気がするから、とりあえずここで一回取引やって、どうすっか。まあ、外に出られない分、このおっちゃんから物をもらおう。もっといる？タバコいっぱいあげるからさ、ちょうだい。結構取るな。取引成立。木材も欲しい。よいしょ。フルパワーでもらうよ。コーヒーあげる。よいしょ。取引成立。帰れ。また来てみるよ。危険だけど。まあね。物を売ってくれるのはありがたいな。さあ、パベル、薬飲んで寝よう。とりあえず、まあ、イバノはそっとしておこう。泣くだけ泣くっちゅうのも大事かもしれない。泣くのはね、脳にストレスというか、ストレス物質がたまるから泣くんでしょ、確か。ね、それを排出するために人間は泣くらしいので、まあ、いっぱい泣いて落ち着いたらいいんじゃないかな。え、薬はパベルが飲んじゃったよ。ごめんね。おやすみ。でも行商人が来たから、もう今日は誰も来ないと思うので一日を終える。まあ、とりあえず寝床で寝よう。病院はまだ解放されてないもんな。
はぁ、12日目。ああ、襲われた。パベルは怪我をした。しかし何も盗まれなかった。ああ、かすり傷を負ってる。あと、ああ、病死寸前は回復できた。よかったのか。果たして。で、パベルはご飯。いや、まだ大丈夫か。食べなくても。とりあえず、イワノと話そう。あ、謎肉取れた。そろそろ生存者来ないかな。比較的ね、誰かが亡くなったり行方不明になったりしたら、何日かしたら他の生存者が来るような気がするんだけどな。うん、まあ口べらしじゃないけど、人間の数が減れば、おや？いいもの持ってきたんだ。オッケー、ちょっと待っといて。今ね、大変なこと話をしてるから、ちょっと待って。人口が少なかったらね、なんとか、まあ、この謎肉と、何かしらの食料でなんとかなりそうな気はするんだけどな。まあけどあれね、改善しないと辛いよね。どちらも傷と病気を持ってるから。何持ってきたの？お、薬くれんの？アンナという友達のことを探しているんです。戦争の前はここら辺に住んでいて会えるかもしれないと思っていました。いつも風邪気味の人なので、薬を手に入れるのはとっても難しくなってますよね。だから彼女のためにいくらか持ってきたんです。マジで？ありがとう。もらう。アンナって誰だろう？ちょ、知らないですけど。よし、とりあえず。あ、オッケー、じゃあパベル。イバノにね、薬を飲ませてあげて。薬、これだ。なんとか祈りが通じたのか。薬飲めたな。オッケー、じゃパベルも薬を飲んでおこう。空腹は1日ぐらい大丈夫だろ。うん、謎肉回収しに行かなきゃな。今のは重病、空腹、かすり傷、精神崩壊。パベルは足が速いのがすごい特徴なのに、もうボロボロで走れないっていうな。まあこの謎肉生成装置があるおかげでなんとかなるわな。できればこれをもう一段階上げて、ドアに警報装置をつけたいんだよね。警報装置をつけると、家の中の人が全員寝てても襲撃に備えることができるので、そしたらね、みんなが睡眠取れるんですよね。で、警報装置をつけてないと、まあ誰かしらが起きて、その警戒、その強盗とかが来ないかを見張りを立てないと、怪我をするリスクが高くなったりするので、警報装置はつけたいな。ただね、パベルも満身創痍だしな、なんとも。
とりあえず寝よう。もう誰も来ないな。一日を終える。二人とも病人だからな。まあ、とりあえず寝よう。日にちを立たせるしかもう方法がないような気がする。ああ、また襲撃。ああ、イバノがやばい絵を描いてる。パベルは怪我。かすり傷から進行したか。ああ、まだかすり傷か。謎肉回収。謎肉回収後、お走れるようにはなった。いいね。病気が軽くなったんだ、一段階。このまま好転してくれるといいけどな。オッケー、よっしゃ。イバノにご飯与えて、パベルもご飯食べよう。どうした？あ、これはこのゲーム特有のバーグ、動けなくなるやつ。うわー、ここに来て発症しちゃった。もうこうなるとね、固まっちゃうんですね。一回戻るか。メニューに戻る。大丈夫大丈夫。朝からスタートだからね。あのバーグが発生したらもう一日何もできずに終わるからな。13日目、病状が悪化してたらどうしよう。ああ、また架空の友達ね。わあ、パベルの病状が増した。ああ、そうですか。さっき病状軽くなってたのにな。まあ走れるからまだいいか。ああ、傷は治った。 あと襲撃もされてないか。ん？なんだこの無限肉、全然回収できねえぞ。おお、こんなバグあるんだ。肉が回収できない。おお、いろいろ積んでるな。大変だ。もう一回戻るか。けど今病状回復してるのにいいのかしら。これでまた病気がさらに悪化してたら笑えるな。もうこのシナリオは積んでいるってなるわ。はい、13日目、次パベルどうなってる。襲われた？襲われてない。パベルはほとんど動けない、死んでしまうって言われた。あー、さらに重くなったな、病状が。もうこの呪われてるんじゃないかってぐらい不幸が連続するな。まさかのリスタートするたんびに病状が重くなるっていうね。さっきまで走れてたのに。肉取れる？うわ、肉も取れない。ダメだろ。一日進めてみるか。いやー、一日進めてもな。このもうセーブデータ自体がダメなんじゃないか。このまま行ってみる。パベルが死んじゃって。誰だ。
生存者か。アリカだったらぶん殴るぞ。誰だよ。ん？ゾルタさん？いい人に見えますね。私はゾルタ。戦争で並行するまで音楽の学校で勉強していました。戦争の間一緒にいられませんが、お互いのお世話をしましょう。それに一緒に誰か元気づけてくれる人がいた方がいいでしょ。いらっしゃい。ゾルタさんも病気、もうみんな病気だな。病気の人ばっかり。あ、ゾルタさんもこれ回収できない。え、どっちも回収できないの。食料がなくなったよ。どうするか。あ、もうゾルタさんでもね、謎肉回収できないよ。なんだ。とりあえずゾルタさん、イバノと話をしてあげて。んで、パベルは寝る。謎肉はほっとく。どうしようもない。塩対応やな。ははは。バカバカしい。ゾルタさんはムードメーカーなんですってね。じゃあみんなの気持ちがちょっと軽くしやすいのかもしれないな。ゾルタさんがいてくれることによって、その精神がネガティブな方向に行きづらいのかもね。いやー、これゾルタさんがポジティブな人だとしても、この子と話し続けることによって引っ張られそうな気がするけど。まあまあ、ちょっと慰めてあげてください。病気だね。うん、今のは動かん。一日を終える。ない。警戒。ゾルタさんにはちょっと見といてもらおう。14日、襲撃者。ああ、誰も怪我しなかった、よかったね。うん、イバノは昨夜パニック発作を起こした。ゾルタが彼を落ち着かせようと一晩中つきっきりだったようだ。なるほど。じゃあゾルタさん、とりあえず寝よっか。ああ、肉取れるか、ちょっとだけ試そっか。ほらほら、肉肉、謎肉、謎の肉がね、謎で溶けな、あの、取れないんだけどね。取れないね。こっちは、こっちも取れない。はい、これはもうダメだな、このシナリオ。だって食べ物生成装置が働いてないってことは、なんね、バグに死ねって言われてるような感じがする。積んだな。どうしよう、やり直すか。このバグは致命的だな。ああ、これはいかん、やり直しましょう。はい、これはね、ちょっとね、無理。メニューに戻る。いやー、まさかあんなバグ。どうしよう、このシナリオきついね。子供がいるのがえぐいな。ちょっと俺も知らないシナリオでいきたいなと思ったからやってみたんだけど、どれだ、これだ。アリカ、イバノ、ヘンリク、これがきついんだ。クベタ、パベル、アントン、ゾルタ、ブルノ、ロマン、アリカ、
エミリア・ロマン、ロマン・カティナ、ここら辺は生き残ったことがあるんだな。前やったのってこれだっけか、ボリス・エミリア・マリーン、これ死んじゃったやつだよね。これきつかった。どれにしようかな。またアリカさんにかけてみる。ブルノ・ロマン・アリカで行ってみるか。今までの記録は全ていきます。いいですよ。だってあれ謎肉作れないんですもん。まあアリカが逃げ出したくなる気持ちもわからんでもないけどね。一日中朝も晩もイバノが泣いてるんでしょ。で夜中にはパニック発作を起こして、まあ地獄だな。おっしゃ来ました、ロマン、アリカ、ブルノ。さてと、そしたらまあ、ロマンがいるってことは、戦闘も大丈夫だな。まあ、アリカの方が強いんだけどね。素早いし、音も立てないし。ブルノの特徴なんだっけ？料理人。ああ、じゃあ料理の材料が少なくて済むやつだ。湧くかな。いやー、まさか暴走モードやるよっつってリトライを連発するとは思わんかったな。バグに出会うのはもうどうしようもないよな。ロマンは確か元軍人だったとかそんなんだったはず。実戦を知る男だね。うん、喫煙家って書いてるね。またこのリソース集めからスタートか。まあまあ効率的に集めていきたいですな。持ち物は何もない。よし。ここ開くかな？あ、開いたな。普通に開いたな。バールを作りたいな。金物工場作って、で、瓦礫が終わるから集めさせて、で、アリカにそのままバールを作らせて、ブルノはひたすら瓦礫を排除してもらおう。バール。ずいぶん戦闘に重きを置いたパーティーだね。アリカとロマンがいるっていうのかな。ああ、このゲームで精神病まずによくできるって。まあ、ガチで考えたらね、全
なん善行とかね、悪行とか考えつつやったら結構重いゲームだよね、このゲームは。まあ比較的今回は悪行善行とかそういうの考えずに結構ゲーム脳でやってるので、そこまでは重くないよね。効率棒みたいな感じで今回はやっているので、全部が全部しっかりね悩みつつやったら、まあしんどいよねこのゲームは。でシナリオごとに難しさの何かが違うからね。さっきのやつは初日から冬将軍来るのはえぐいね、やっぱり。よしよし、着実に。物が集まっては来ている。ほぼ同タイミングで終わりそうだな。どうするか、アップグレードできる？できないか。初っ端からいきなりナイフ作れるな。どうしたもんか。なんかこのシナリオバリバリ戦ってバリバリ物を奪えって言ってるような気がする。ナイフまで出てきたわ。完全に戦闘民族のチームだな。ベッド1個は作っとかないと大変なんだよな。はい、オッケー、リソース集め終了で、ナイフもある、バールもある。ナイフもう1本ぐらい作ってた方が自衛はできるか。もう1本は作れないか。ガラクタ集めてきて次回の時に、あ、ちょっと待って、あ、いいや、ありかでいい。バールはとりあえず置いといていいから、圧倒的にガラクタが足りない。ガラクタ10個足りない。ガラクタ10個が必ず持ってきて、で、あと木も多少足りない。 OK、みんな病気とかはないね今のところ。よし大丈夫、一日を終える。さて初日からどこに行くか。内部に侵入したそれ以来放棄されている略奪者たちが見落としたものや残していったものがまだあるかもしれない。ここには食べ物がたくさんある、材料がすごくたくさんある。なるほど、みんな持てるのは10個ね。じゃあまあとりあえずアリカさん働かせましょうか。でロマンは警戒、ブルノは寝て、よし。とりあえず危険はなさそうなんでバール1本で行こう。よいしょ。さあ必須はガラクタが10個。これも欲しいな。うん、7 11。まあ絶対使うもんな。ただバリケードを作るには木の板が山ほどいるので、まあ、まず食料は置いといて、木の板を山ほど買って帰ろう。買うんじゃないや、持って帰ろう。
ギアもまだいらないかな。まあまあ4つ集まりそうならギアも持って帰って。ない。ここはないな。これはまあネズミだろ。次回来た時のために入りやすくしといて。これがれきか。いやー、バール持ってきてはいるからがれき取り除いて。ここ開けときたいよね。これの方が次の時にバールを持ってこずに済むからな。うん、ギアは4つ溜まったな。よし、じゃあこの時点でがれき、お、ドロー。で、がれき除去の間暇なので、途中からいらっしゃった方で、おー、スパチャありがとうございます。マクマクさん、ありがとうございます。残念でしたが、やり直し頑張ってください。頑張ります。はい、お名前をお呼びしない方、まだいらっしゃいましたら、コメント欄にカタカナでノット打っていただければ、お名前をお呼びしていきたいと思います。トキントキン鉛筆さん、いらっしゃい。ルリカさんいらっしゃい、ウサギさん、ニステラさん、コンノスケ48さんいらっしゃいませ、カルさん、港屋さん、ユキチさん、エラーさんいらっしゃい、豆大福さんに、ユカユウさん、スズメさん、高橋みさえさんに、さやかさん、柴犬けめこさんいらっしゃい、ももさんに、ハクさん、千葉さとみさん、レイルさんいらっしゃい、みのりさんもいらっしゃいませ、りんごちゃん、りょうさん、鬼月さん、ゆうきさん、ミキ、新田さん、初見さんいらっしゃい、中野ひかりさんでいいのかな、ミキシさんに、キョウカウさん、コモモさんに、コレさん、今日の予定決まってますか。うーん、特に決めてないです。うん、で、デドバ時間があったらかな。神崎明さんいらっしゃいませ、柳久さんいらっしゃい。ほい、そろそろがれきがなくなる。よし、バールで開けて、バールで開けるのは次のためだよな。ここら辺はまあまだ緊急性はない。ここもバールか、いいね。バカバカ開けていこう。バールが必要なものはもうないか。じゃあ次回来るときは何も持ってこなくていいな。どうしようかな。ギア置いて行った方がいいような気がする。まあいっか。出口走る。あ、スパチャありがとうございます。立石さんに、ミサイさんありがとうございます。よっしゃ、とりあえずこれで初日の強化はいけるやろ。いろいろと持って帰ってきた。で、まず有川寝ていい。どうするかな。一段階上げる。で、今日空腹が1日目なので今日は物食べなくていいけど、明日は物食べないと空腹段階が1個いっちゃうので、進んでしまうので、だから明日は3人が食べられるだけの食料を持ってこなきゃいけないな。どこだ。全然足りない。7個ね。1つ目はどこだ。ん、あ、ここ。つまりは次回私は何が必要だ。
っと待って。あれ、なんか、あったあった。紙が欲しい。7個と10個、17個、木が17個。と、ガラクタが4つの2の4の2、6、ガラクタ6。これが持って帰ってこなきゃいけないやつやな。で、今日もしかしたら商売人が来るかもしれないので、商売人は行商人か。それが来た場合は、その人から木とかガラクタをもらえたら、とりあえずバリケードは完成だな。はい、非常に暇。うん、ブルノももうやることねえしな、できることもねえしな。気温はまだ20度あるから大丈夫。ベッドはとりあえず1個あれば3人は回るだろう。行商人来ねえかな。今日来てくれたら材料集めがちょっと楽なんだけど。うん、よっしゃ。じゃあ次はロマンが寝てよし。12時の段階で来なかったら今日行商人来ないな。あ、来ない。今日は誰も来ない。なので切って何個いけんだ。無理だよな、一回じゃ回収しきれないな。一日を終える、持てる数が同じなので、またロマンが警戒して、ブルノが寝床で就寝。 OK で、今回何も持っていかなくてよし。おい、第一目標は食料、3人分の食料で、ガラクタはまあ2個ありゃ十分だろう。で、できる限りの木は持って帰りたいな。肉、野菜、水、これでとりあえずは作れるか。薬とかは重要ではない、まだね。これなんだ。メモに何かが書かれている。初日には強盗された。そして2日後に奴らは娘たちを殺した。私は一人残らず射殺した。もう銃を使いたくない、壊れたし裏庭に捨てた。ということは裏庭に、あ、壊れた銃があるってわけじゃないのか。ここは、このメモは、二人の娘とその両親が写った家族写真がある。娘たちは幸運にも熊に見える父親に似ていない。重すぎる。いや、まだいらん。うん、薬もまだいらん。そうな、まあまず木だろう。うん、木が重要。
とりあえずは自衛はできると思うから、火を持って帰って食料を作ってって感じでいいか。よし、襲撃された。武装していて誰も怪我しなかった。ナイス、さすが戦闘民族が集まってるだけのことはあるな。さてと、まずはブルノが料理人なので料理を作れるものが欲しい。もう一個ぐらい作れるかな。バリケード作れない。やっぱ木が圧倒的に足りないな。木とガラクタ。あ、スパチャありがとう。福田紅葉さん、まあとりあえず3人が上をしのげるならいいでしょう。ここでも気使うの ?4 つ。いや、4つも気使うか。2個。2個。焚き火を作っての。飯を作る。オッケー。今日ぐらいに行商人が来てくれないとまずいな。タイミング的には今日ぐらい来ると思うんだけど。ブルの終わり。次はロマン食べなさい。来た。よし。いらっしゃい。物を見せろ。なんだ。とりあえず木は全部もらう。あとはそうだな、これなら交換できる。で第一陣でこれだけもらう。でとりあえずバリケード作ってだ。バリケード1個制作、もう1個制作できる？多分木が足りないんだよな。ああ、木があと4つ足りない。ガラクタはもう足りてるな。じゃあ、何が欲しい？まあ、今後もガラクタは絶対に使うから、ガラクタ欲しいっちゃ欲しいが。そうだよね。これじゃあ、じゃあ砂糖あげる。砂糖。オッケー。これで武器はまだ作れないが、ある程度は揃ったな。これ取引成立で、ちょっと待って。薬やるからなんか他にいっぱいくれ。武器。武器いるかな？いらない。だってこれ暴走モードだもの。食料3つ欲しい。3つあれば1回分料理作らなくて済むからな。
弾丸もね、いらない。あの兵士からね、パクるから。うん、いいね、これでいこう。これで食料1回分済んだ。で、ありかは飯を食って、ロマンは寝なさい。よし、これで3日目完了。また明日空腹になって、だから5日奇数のタイミングでみんな飯食えたらいいんだな。 OK、 1日を終える。うん、でまだ物がないから、あれ切ってあと何個いるんだっけ。あ、まあいいか、何かしらあったらいいんやろ。警戒、よし、探索、何もいりません。さーてと、ガラクタは足りてたはずだ。だからあとは木だな。木8つぐらいありゃ問題ない気がするんだけどね。10まであるね。いいね。これか、父親が強盗を倒したっちゅう。弾丸生成の火薬とかがいっぱいあんな。キキキ、おお、なんかいっぱいあんな。ガラクタは足りてたはずだけど、まあ、これぐらいあってもいいんじゃないかな。あとはまあ要相談だな、何が出てくるかだよな。うん、これは欲しい。ここら辺はまだ重要ではない。あ、ここは何もなかったな。結構行商人のおかげで集めるものを絞っていけるのはありがたい。うん、ここなんだっけかな。タバコね、ロマンたちがね、吸うからね。そうね、とりあえずはいいだろ。うん、4つになった。これいらねえな。だって銃も兵士から奪うもの。ギアがある。ギアな、ギアは後々謎肉生成器に使えるので、欲しいっちゃ欲しい。うん、まあこれでバリケードは完成して、プラスアルファベッドも作れたら万々歳かな。うん、この木の1個分がもどかしい。だから代わりに薬を2つ持って帰ろう。ここだっけか、こっちか。薬ゲット、帰ろう。うん、あ、けど暴走モードも初めの前線基地をいかに制圧するかにかかってんだけどな。それがうまくいかなかったら非常に難しい。怪我もするし。よいしょ。さて、これでバリケード1個作れるでしょ。
これでバリケード完成かな。あ、ここだね。1、2、3箇所。よし、バリケード完成。さあ、こっからは食料の確保、武器の確保、あと冬将軍に備えて暖を取れる状況を確保していけばいい。うん、どうするかな。とギアはギア4つあるから6、16個。ギアが16個必要で木が4つしかない。だから5、5、10。あれ、これって何個作れるんだっけか。3つぐらい作れるんだっけかな。とりあえず2つ作るもんだとして、木が10個、木が10個のガラクタが20個。あ、ガラクタは足りてるか。 OK。 さて今日はなんか来るかな。家の強化をするには木があと11個足りないな。うん、あとギアも足りない。ギアがあと1個。おい、じゃああと木が21個とギアが17個。ギア17個、えぐいな。はじめがはもう昼間やることないんだよね。ただお昼間ぐらいにそのこっちに来てくれる人がいるから、行商人が来てくれたらな、物の確保がしやすいんだけど。なんだ、誰かが走ってきた。ブルのどこ、ん、え、ブルのどこ。あ、いた、そんなとこにいた。なんか助けてくれっぽい感じがするよね。なんだい、助けてほしい。何を、誰を。ああ、ありがとう。兄弟が狙撃されたんだ。彼を家まで担いで帰りたいんだけど手伝ってほしい。いいよ、ブルノ、行ってらっしゃい。で、ロマンが寝る。で、今日の来る人は以上。一日を終える。よし、とにかく木がない、木とギアがない。今日はロマン寝られません。アリカは探索。攻撃されたが、ここは材料がすごくたくさんありそう。他は静かな家。医療品、部品がたくさんありそう。スーパー。スーパーはまだ残っている政府軍の支配地域にあるが、人々はまだ物資を収集しようとしている。他にも物資集めをしている人がいるかもしれず、そういう人の邪魔をしないのが一番だろうと思われる。バールが役に立つだろう。じゃあちょっとスーパー行ってみるか。バールが役に立つだろう。いるね、人。この人は確か大丈夫だったんでしょ。おい、お前、面倒なことは起こさない方がいい、信じてくれ。オッケー、いい人たちだった。まあ他にも物資を集めてる人はいるってことやな。さて、木が11個。あ、21個だ。
だから木のことばっかり考えてたら他のものが集まらないからな。それが大変だよな。まあ、優先すべきはギアかな。ギアが16個必要だもんね。ギアさえ集まりきれば食料問題がちょっと軽くなるのが重要だよな。ギアゲット。肉がやたらあるな。謎肉。よいしょ。まあ暴走モードなのであの人たちを襲って銃とか奪うってことも可能ではあるんですが、このスーパー結構隠れるところが少なくて襲ってもいいんですが銃で撃たれて死ぬ可能性も高いので難しいところ。何が入ってる？ああ、物々交換に使えるものが多いな。明日行商人が来てくれたら木の問題とかは解決するかもしれないね。ない。よいしょ。食料いいね。火はいい。2個な。2個の回収のためにこのアイテム枠を1個使うっていうのがどうも効率が悪い気がしてならないんだよな。あれだね、ギアがもうちょいあれば幸せか。あった。喫煙者の方たちはタバコ必要だろうけどそんなのに容量使えません。愛煙家とか、ね、喫煙家とかね、多分タバコがあったら精神状態が安定するんだろうけどね。ギアは8個あったか。銃持った人たちがうろうろしてるのは怖いな。どうすっぺか。ギア足りないけど、あとの2枠。ああ、食料とかやっぱ取られるんだ、この男の人らに。謎肉なくなったな。うん。この人らが持ってったな。まあ、それは仕方がない。俺も集めまくってたし。とりあえず、ガラクタ、持って帰ろう。ないよりはマシだろ。うん。じゃあもうあらかたここにもあった、ありがてえ。あらかた取ったな。まだ時間があるから最後まで回収していきたいね。
なんていらないわ。なんかあったべ、なんか入り用のものあったべ。どこにあったかは覚えてないけど、あれ、なんか俺が見つけたところことごとくあの人らが持ってっちゃってんのかな。よっしゃ、1個ゲット。まあこんなもんでしょう。帰ろう、出口へ走る。はあ、うん、とりあえず物々交換できるものは増えたな。あ、仕事終わった、お疲れさん。強盗来た？来ない。ブルノは怪我をした男性を助けた後帰還した。よかった。じゃあね、とりあえずね、まあやっぱり木が圧倒的に足りないよな。ベッドも作れない。とりあえずアリカは寝かせる。ブルノはもう疲れたままでいい。飯食いな。ロマンも飯を食う。ブルノは夜思う存分寝ればいいさ。で、あとは誰か来てくれるのをひたすら待つ感じやな。よっしゃ。じゃあ、まだお名前をお呼びしない方いらっしゃいましたら、コメント欄にノット打っていただければお名前をお呼びしていきたいと思います。仙道ゆいさん、いらっしゃい。あ、ちざえもんさんに、たむ太郎さん、じゅんすえぴさん、いらっしゃい。ますみさんもいらっしゃいませ。しまころさん、いらっしゃい。だていざよいさんに、なかやまさん、ねぎとろ納豆さん、お仕事お疲れさん。つづみさんに、れいえすさん、いらっしゃい。あおパンダさんもこんばんは、仕事お疲れ様。じゃあ今ちょうど帰宅ラッシュ直前って感じかな。さつき有吉さん、いらっしゃい。 S さんに鈴風さん、いらっしゃいませ。スノブスノグさん、また多分呼んでないよ。うん、なんかちょうど瓦礫排除が終わるタイミングで滑り込めなかったような記憶がある。あれ、今回誰も来ないのか。木月さん、いらっしゃい。山口舞さんもいらっしゃいませ。ゆずは佐藤さんもいらっしゃい。大和さんもいらっしゃいませ。よし、大丈夫そうだね。今日誰も来ないな。あ、じゃあロマン寝てください。アリカはご飯を食べましょう。じゃあ、あと何がいるんだ。まあ、圧倒的に足りないのは木。で、ギアが12個。ということは？あ、ご飯作れるんじゃん。圧倒的に足りない木を犠牲にして、謎肉生成器作るか。こっち。まあ、謎肉食えるんだったら作るか。食
料供給は早めに確保しときたいよね。うん。謎肉で謎肉を作る。飯はみんな食ったよな。うん、食ったな。誰も来ないから一日を終える。で、ブルノは寝ていい。ロマンは警戒。狙撃手の交差点。うん。なるほど。多分ここら辺ノコギリがないとダメだった気がするんだけどな。ちょっと行ってみるか。狙撃手の交差点。行ってみよう。警戒で大丈夫だな。でまだあれはない。バールだけ持ってこう。狙撃手の交差点だね。木がいっぱいあるね。でとりあえず木だけ持って帰るわけにはいかないな。バリッバリ撃たれるやん。あの野郎ホテルに嫌がる。道全体をなんたらかんたらって言ったな。撃て。よし、ダッシュダッシュダッシュ。オッケー。よし、ゴーゴーゴー。ふう、助けてくれ、頼む、助けてくれ。なんだい、狙撃されたんだ、殺されないなんて君は。ちょっと待って、材料集めなきゃ。息子のために薬を持って帰るところだったんだが撃たれてしまったんだ。なるほど。ノコギリを使いたかったんだが誰かが入り口を塞いでしまった。お願いだ、どうにかできないか。ちょっと待ってな。あ、補強？これか。ノコギリないとどうにもならん。ちょっと待ってて。ほっ、ゴーゴーゴー。扉が開かなかったら終わるな。あいだ、よし。とりあえずバール。赤ん坊がいる。どこかにノコギリないのかな。そしたらあの人助けられるよね。とりあえず取れるものは持ってこう。子供っていうか赤ん坊だな、声的に。ギアゲット。帰りは狙撃があるから早めに切り上げないと帰れないぞ。オッケーオッケーオッケー。アクアク。ちょっと待ってよ。ノコギリかと思ったら補強だ。ほい、開けたよ、おいで。地下なら撃たれないでしょ。ギア、木欲しいけど
ギア優先にする。木はあの行商人のおっちゃんがくれるかもしれんから。そうね、早く戻ってやりなさいよ。お礼くれんの？ついていくよ。ただ俺帰るための時間も必要だからちょっと早くして。ノコギリが一箇所。次ノコギリ手に入れたら来るか。お礼って何くれんだろうな。ギア。どうしたの？もうすぐそこだ。息子が無事だといいんだが。泣いてるよ。もうこの泣き方、唇紫色になってんだろうな。よかったね。ベッドの下に箱がある。好きなだけ持ってってくれってか。おお。え、いや、木より私はダイヤが好き。ありがとう。代わりに木を入れといた。食料とかじゃないから大丈夫でしょう。じゃあね、俺もう帰る。帰らないとやばい、多分。いやー、バリバリお金になるものをもらってしまったな。はい、オッケー。なんか帰るか。襲撃された。みんなのものを奪おうとした。かなり恐れていたようで、どうにかして攻撃をしのぐことができた。武器はあったが全員分はなかった。誰も共和をしなかった。オッケー。よし、有川寝てよし。今日はあれだな、なんだっけ、偶数だからまだ飯食わなくていい。気が全然ない。で、缶詰が3つあるから次の奇数日も食料はまずは大丈夫だろう。いや、それよりも何よりも気温が徐々に下がってるっていうのが怖いよね。冬将軍が来る。行商人来ないな。今日ぐらい来てくれると。ちょうどね、さっきの男性を助けたから現金払いじゃないけどダイヤ払いができるから材料とかいろいろ集められそうなんだけど、来るかな。まあ大人が3人いると1人見張り、1人寝る、1人探索って、なんかうまいこと回っていく感じがするよね。さっきのね、あのバグになっちゃったシナリオはヘンリクとイバの、ヘンリクの孫がいて、でアリカだったもんな。早々にヘンリクは投資しちゃったしな。来ないかな。
そろそろ、あ、じゃあロマン寝ていいよ。アリカが起きた。ソファーとかね、どっかに作れば、何も指示してない人とかがそこでくつろいだりとか、まあ壊れたギターを直して設置するとギター弾ける子が弾いて、ちょっと精神的に、精神がポジティブな判断をすることができるので、まあ後々はそのライフラインが確保できたら、そういうのに、そういうね、娯楽というかに振っていきたいなと思うんだけどね。本とかもね、集めてると、まあ初めのうちはその何だかまどに入れて焚き木にするとか、そういう使い方になるけど、ソファー置いて本があったら、読書好きな子はソファーで本を読むとかね、そういう娯楽ができて、非常に精神的にいい方向に進んだりするので、ね、そういう用意もしたいが、行商人来ねえな。多分今日来ないな。うん、一日を終える。君は寝ていいよ。狙撃手、あー、あれ作ってないな。うん、どうしようか。ロマンは警戒。学校行こう。砲撃された学校。学校は基本あまり物がないんですが、まあ、ホームレスが住んでて比較的安定しているエリアではあるので、はじめのうちはあれだな、ガラクタとかがれきとかが山積している可能性があるから、その除去が大変なんだよな。え、むちゃくちゃがれきが詰まっている。こっちから行けるか。まあとりあえず除去しよう。はい、じゃあ、瓦礫除去の間に、途中で来られた方で、まだお名前をお呼びしない方いらっしゃいましたら、コメント欄にノットを打っていただければ、お名前をお呼びしていきたいと思います。ライライさんいらっしゃい。黒猫さん、9号さんいらっしゃい。カルミナさんもいらっしゃいませ。MM さんもいらっしゃい。カホさんいらっしゃいませ。ゆっくりしてってね。キンヤンさんもいらっしゃい。のんびりしてってください。さて、瓦礫除去できたら、まあ奥の方に進んでみるか。よし、開いた開いた。ほい、木が欲しい。開いた。おお、結構あるな。おお、ギア、そして木。こっちは？キッ、いいね。うん、ガラクタは今のところ大丈夫です。キッ、ガラクタは置いとく。
後々ここら辺をスコップを使って除去したいね。ガラクタ、ガラクタにはガレキか。うん、木がいっぱい、嬉しい。バールはいらなかったかな。ここは、ああ、ノコギリが一ついる。ギア、ギア優先、ギア2個。何がある？木がいっぱいある。じゃあまあ木に困ったらここに、おバール使うところ発見。バールをしよう。よし、おお結構なものがあるな。後で取りに行こうよ。ギア下に降りて、これは人のものをパクっちゃうからダメ。なんだ、冷蔵庫の裏に秘密の物資の用意をしました。すでに隠してあるので使ってみて。いいんですか、そんなものを私がもらっちゃって。おギアが山ほどある。これはまあギア優先でいいか。何があるの？秘密の部長。おお、謎の肉。うん。今、謎の肉はそんなに求めてはいない。ああ、めちゃくちゃあるな。材料がいっぱいあるのはいいことだ。これは盗みになっちゃうから、ノコギリは1個でいいな。OK！ ノコギリ1個で、あとは、スコップを持ってきたら、次回以降の早くなるけれども、果たして物を何か取りに来ることはあるのだろうか。ここに材料はいっぱいあるけどね。よし、まあ今んとこ順調なんじゃないですか？このシナリオ。なんか随分難易度の差がすごい。7日目。よし。じゃあ1週間経ったので、ここで今日の This Wolf Mine 終わります。これ、前のシナリオがすごすぎたな。